こんにちは、ベーシックリーマニアチャンネルへようこそ。このチャンネルではビジネス、自己啓発、小説などようなジャンルの本を10分前後で要約して紹介しています。本を読む時間がない方、読みたい本を探している方におすすめです。私が感銘を受けたり、学びが多かったり、面白かったりした本を選んで要約しています。要約では本の内容だけでなく、私の感想や考察も交えてお伝えします。動画を見れば本の概要や魅力がわかりますし、もっと深く知りたくなるかもしれません。ぜひ動画の最後までお楽しみください。もし動画が気に入ったら高評価やチャンネル登録をお願いします。それでは始めていきますよ。タイトル、差別と資本主義、レイシズム、キャンセルカルチャー、ジェンダー不平等。クライマックスポイント、最近 LGBT のような人権問題が世界中で話題になっていますね。人々の考え方を変える力があるので、賛成も反対もいろいろです。経済の不平等とは、この本差別と資本主義ではお金の問題について考えています。特に第4章、資本の野蛮化は重要です。共産主義という言葉はちょっと怖いイメージがありますが、マルクスさんは資本主義の問題点をしっかりと指摘しています。この章もお金と力の問題をはっきりと見せています。企業と労働者の関係、会社が大きくなるのはいいことのように思えますが、お金ばかり追い求めると働いている人が大変な思いをすることもあります。だから資本主義のやり方についてはいつも考え直す必要があります。人権問題の多面性、この本にはキャンセルカルチャーや隠れた差別など他にもたくさんの人権の話があります。人権は意見が分かれやすいけれど、この本の考え方には耳を傾けてみてください。見えない差別と社会の裂け目、ヨーロッパではアイデンティティについての議論が熱くなっています。でもその議論はしばしば感情的です。例えば極右派がマイノリティに対して攻撃的な言動をすることがあります。それは国民がみんな同じような背景を持つべきだという考えから来ています。この考えは社会を壊しかねません。テロリズムと偏見、イスラム教のテロリズムが怖いと感じる人も多いですが、それを理由に多くの人々を疑うのは問題です。テロリストはごく少数ですが、多くの人が疑われるような制度が作られてしまっています。アイデンティティと社会問題、極端な考えを持つ人だけでなく多くの普通の市民もアイデンティティに固執することの無意味さを感じています。彼らは社会や経済の問題に対して無力だと感じています。この本はそうした人たちに向けて書かれています。差別と対策、現在の社会は差別問題に対する完璧な解決策を見つけられていません。それぞれの国や文化に合った方法で差別をなくす努力が必要です。教育と格差、例えば教育の場でも差別があります。良い学校と悪い学校の違いは教師の質や経験にも現れています。これは教育の質を均一にするための積極的な政策が必要です。真の平等へ、経済や社会の政策は人々が平等に生きられるようにしなければなりません。労働者の権利を強化する方法や基本的な生活費を確保する方法も考えられます。このように社会にはまだ多くの問題がありますが、この本はそれについて深く考えるきっかけを提供しています。平等への道は遠い。教育や労働の権利において平等はまだ遠い目標です。フランスでの調査がその証拠です。一つの調査では偽の履歴書を使って求人に応募しました。結果は驚くべきで、アラブ系の名前を持つ人は他の人よりも面接の機会が少なかったのです。調査の限界、このような調査は重要ですが完璧ではありません。方法がバラバラなので比較が難しいです。だから差別が増えているのかどうか、新しい政策が効果があるのかはっきりしないのです。差別を追跡する仕組みが必要。我々は差別をしっかりと調査する国の機関が必要です。
この機関は毎年差別がどれだけあるのかを調査する責任があります。そしてそのデータを公にすることで問題に対する認識を高める役割があります。未実現の監視機関、フランスには差別を監視する機関がまだありません。確かに設立するにはいくつかの問題があります。でもそれらの問題を解決するためには多くの人が議論をしなければなりません。そしてその議論の中で具体的な解決策を見つける必要があります。このように差別問題は複雑で、解決には多くの努力が必要です。しかしそのためにはまずしっかりとしたデータと監視機関が必要です。それが真の平等に近づく第一歩となるでしょう。労働の厳しさと社会の無関心、スーパーのレジやアマゾンの倉庫で働く人たちは過酷な労働条件に耐えながら生計を立てています。会社は社会保険料を払わず罰金も軽い一方で、資本は失業者や福祉の不正受給には厳しいのです。資本主義の冷酷さ。 OECD の研究によれば、移民は受け入れ国に多くの貢献をしているといいます。しかしそれは移民を歓迎するというより、彼らを使い捨てる資本主義の現実を示しているようです。労働者の権利と誤解。鉄道員がストライキをする理由は過酷な労働条件を改善するためです。それは特別待遇ではなく必要な権利です。政府は他の業種でも労働環境を改善するべきです。資本主義の本質。資本主義は価値を最大限に引き出すことが求められます。その結果、労働者は厳しい状況に置かれ、私たちの選択や精神までが商品化されてしまいます。このように資本主義の下での労働は人々を精神的、肉体的に消耗させています。それは資本主義自体が持つ無制限な拡張の論理に起因しており、その影響は地球を越えて広がりつつあります。資本主義と道徳の関係。評論家のアンドレ・コントスコンビルは、資本主義に道徳は存在しないと言います。彼は資本主義を経済そのものと考え、利己主義がビジネスにとって素晴らしいと主張しています。資本主義は一つの形態。しかし資本主義は歴史的に決定された特異な形態であり、普遍的なものではありません。経済は本来家を意味し、富の生産や分配の方法です。道徳とは異なるかもしれませんが、公正や適正な原則が存在するはずです。資本主義の限界。資本主義は生命の尊重や人間性の開花、資源への平等なアクセスなど全期生活を保障する倫理には合致しないと言えます。中世史の研究者ジェローム・バシュは、資本主義の破壊的な傾向が地球上の生命そのものを危うくしていると指摘しています。資本主義が持つ破壊的な力は、その持続性が高まるほど地球や人類に対するリスクも高まります。今日の問題は、人類が資本主義を手放すべきか、それとも資本主義が人類を手放す前に何かを変えるべきか、という点に集約されます。最後に、人権とキャンセルカルチャーの国際的な問題。人権に関する議論は、特に国際的な運動となると国内での摩擦を生むことが多いです。キャンセルカルチャーも特にインターネット上でよく話題になりますが、日本ではまだ馴染みが薄い概念です。フランスと日本の人種問題に対する市民の感覚も異なるでしょう。労働とサービスの格差。しかし労働環境やサービスの不平等といった問題は多くの国で共通しています。これらは身近な問題として感じられ、本書はそのような普遍的な問題に焦点を当てています。資本主義の構造的問題。資本主義は労働者に過酷な条件を強いることが多く、これは資本主義自体の構造的な問題でもあります。競争の中で生き残るために、資本家は労働者に厳しい条件を課す傾向があります。本書の推薦第1章ではピケティの論文を簡単に紹介していますが、より詳しい内容を知りたい方はぜひ本書を読んで深掘りしてください。本書は多くの国で共通する問題に対して重要な問題提起をしています。
今回の要約はいかがだったでしょうか？動画が気に入ってくれた方はぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。また今回紹介した書籍を全文読まれたい方は概要欄にリンクを載せてありますのでチェックしてみてくださいね。それでは次回の要約もお楽しみに。